川崎市議会ヘイトデモに講演を使わせないよう求める要望書を提出人種差別などを煽り立てるヘイトスピーチを繰り返してきた団体が来月5日に川崎市でデモを行うことを予告した問題で川崎市議会は講演を使わせないよう求める市議会議員全員が賛同した要望書を市長に提出しました 一方愛知県では今日大村知事が記者会見でヘイトスピーチを行う団体に今後県の施設を使用させない方針を明らかにしたのに対し名古屋市の河村市長は何をしてもいいというわけではないが表現の自由も大事だと述べました昨日名古屋市では在日コリアンへの差別をあおるデモが市内の公園を出発点として行われ名古屋市は公園の使用を許可しています えー、ヘイトスピーチに対するです、ねまあ、対策ができまして。はい で、それによって、まあ、あの、具体的に、まあ、各自治体がどういうふうに動いていくのかというのが注目をされています。そうですね。います。で、あの、法律というのは、ヘイトスピーチ対策法というのは、ヘイトスピーチ規制法でも禁止法でもないんですよね。あくまで対策について、まあ、理念法として、うんうん、国はヘイトスピーチに対して許さないというような啓発をしたりですね、まあ、相談体制を整えましょうというような法律になっているんだけれども、はい、罰則規定などがないので、うんうん、どういった文言を発したら、どういった、 あの、ペナルティが課せられるのかというようなことは、まあ、明確にされていないという状況になっているわけですよ。はい、一方で各自治体がそれぞれ自主的にいろいろ判断しながら、ヘイトスピーチに対する、まあ、啓発を行っていったりですね、あるいは場合によってはヘイトスピーチに対する、まあ、対策を取っていくというようなことが、まあ しっかりと、え、やられなくてはいけないという法律になっているわけですね。で、そういった法律ができることによって、具体的な罰則などはないけれども、まずは国が一つ態度を示したと。ヘイトスピーチというのは許されないことなんだということを、明確にスタンスを出すことによって、地方自治体が動きやすくなるということも、また事実なわけですよ。 つまり、地方自治体がある権限を持って、それでペナルティを課すということができる。というわけではもちろんないんですけれども、国の方向性を見て、なるほど、こういった方向性に地方自治のあり方が舵を取ったとしても、例えば、違法になりであるとか、そうしたのことというのはなりにくいんだなというふうに、判断しやすくなるという状況があるわけですね。ですので、各自治体でこれから、例えばヘイトスピーチなどを行うデモが申請された際に、いや、 あの理念に反するようなデモというものは、市や自治体としては許可出してませんと。うん、許可をすることはできませんということをより言いやすくなる。あるいは、そういった条例を作ろうじゃないかという機運が高まっていくということもあったりするわけですよ。うん、で、すでに大阪で作られました。はい、他の自治体もじゃあ作りましょうという動きが出てきて、うん、そうしたことが重なってくれば、各自治体のヘイトスピーチ対策というのがより問われてくるということになるわけですね。 あの、名古屋市の河村市長の発言って結構象徴的だと思うんですよ。象徴的。うん。あの、このヘイトスピーチ問題には二通りの言い方で、あの、まあ、なんだろう、こう、対応することができる。そのうちの一パターンだなっていう気がします。河村市長の発言。<laughs> 何をしてもいいというわけではないが、表現の自由も大事だっていうふうに述べたんでしょはい。これはね、こういうふうに述べるか、それとも表現の自由も大事だが何をしてもいいわけではないというふうに述べるかで、<う>似て異なる。 意味を持つわけですよ。つまり何をしてもいいわけじゃないけど表現の自由も大事だというのは、案にヘイトスピーチに対して規制をするなどといったようなことに対しては、自分は消極的であるし、なんならある程度のヘイトスピーチも表現の自由として認めないといけないんじゃないかというような態度表明に取れるわけですね。他方で表現の自由も大事だが、表現の自由の名のもとに何をしてもいいわけではない。というのは、これは例えば侮辱罪とか、名誉毀損とか、そうしたことも同じように、 あの、表現の自由は認められるけれども、ある場合においてはペナルティを課せられるようなこともあり得るよ。それはどういう場合なのかというと、他人の自由を侵害するような表現の自由というのは、当然ながら認められませんよね。うん、他人を脅迫したり、他人を脅かしたり、そうしたようなものというのは、やっぱり表現の自由ということが大事だと言えども、 他の権利とかを侵害するということになるので、許されませんよね、ということになるわけですね。意味が大きく違ってきますね。うん、順番が違う。今回法律の中では、まあ、身体などにこう危害を加えるような、そうしたようなその予告といったことがヘイトスピーチの中の正義に加えられているだけじゃなくて、 著しく侮辱するということも定義の中に入ってますね。はい、著しく侮辱するというのは、まあ、例えば、何々人は犯罪集団だとか、何々人はゴキブリだみたいな言い方で街を練り歩いているヘイトスピーチ集団というのは、現に存在するわけですね。そうしたものを一つの立法事実として想定した上で、まあ、こういった法律の中には、やっぱりそうした部別的な文言も入れないと、抑止力にはならないだろうという判断で、理念として、 法律の中に加えたという点があったりするわけですよね。そうした動きに対して、表現の自由も大事だというふうな、あの、ことを言いながら、ではヘイトスピーチのどういったことに対して、どういった対応をしてくれるんですかっていうような、そうした具体策を問われたときに、結局何もしない自治体と、それでも何かできることをやろうとす模索する自治体で、これから差が出てくると思うんですよ。うん、で、 例えば、あの、もう、あの、もう一つ、僕は典型的な反応だと思うのは、ヘイトスピーチなどの問題というのは、人々の心の問題であって、本来であれば、人々の道徳心などに訴えかけていくべきもので、法で規制するとか、表現の自由を縛るようなことは、やっぱり、その、あってはならないっていうような、そうした評論っていうのを、うん、論評っていうのも、この社会にあるんですよね。うーんうーん で僕はそういった人に言いたいんですよ。うんはい、では、今すぐヘイトスピーチが行われているデモの対立に向かって、道徳心を叫んでみてくださいと。その人たちを説得して、道徳心をしっかりと埋め付けてくださいよと。うん、いいというか、むしろヘイトスピーチを訴えている人は、他の人たちよりも自分たちは道徳心がある、愛国心がある、そういうふうに思い込んでいる人たちですよ。うん、そういう人たちに向かって、あなたの思う道徳心をさあ、今すぐ説得してみせてください。そういうことがなかなか難しいから、いろいろ法律とか、そうしたことを決めていくっていうことも、 必要にななっってくるるるわわけけけでででですすすすよねね道徳教育ととかかか説得だけで何事も解決するののあれば他の法律とかいらなかったりそうしたことが難しいような状況が様々に生まれて、人々の人権が侵害される場合があるからこそ、私たちは時には法律を作ったり、時には条例を作ったりということが必要になってくるわけですよね。うん、そういったまあ典型的なその反応というのはこれからも出てくると思うんですけど、ではそういった人たちたちにヘイトスピーチ、 規制法とか対策法に変わるような つまりこれから規制法に変えていくとかっていう案ももうすでにありますよね。はい。あの、ペナルティーを入れましょうとか。設けましょう。そういったものが良くないっていうのであれば、じゃあそれに代わる効果のあって、現実に行われている差別的な振る舞いというものを減らす。そういった効果のある政策というものをあなたはぜひ代案として出してください。そういうふうに、あの、ぜ、あの、僕は求めたいわけですよ。つまり現実のある社会問題に対して何か解決をするっていうことを言って、特定の案に対して反対するということであれば、やっぱり別の案 とです、ねうん、そうですね。別に僕は大安主義ではないんですけれども、うん、特定の立法事実があって、立法行為をしたいというふうな当事者の思いがあって、それに対してカウンターに回る、つまり反対に回るということであれば、そういった反対に回った上で、どういうふうに差別を減らすのかという件は、僕個人としてはやっぱりぜひ聞いてみたい。うんうん、そのあたりで、これからもね、こういったヘイトスピーチ対策ということは、まあ、議論をし続,けし続けなくてはいけない論点、うん